カシオペアザベータ星はカシオペアザの構成で二等星。この構成とアンドロメダザアルファ星とを結ぶ線はほぼ春分点を通る。中心核では水素の核融合が止まった状態でやがて中心核が収縮し表面温度は下がり膨張をはじめ巨星へと進化していく段階である。数十億年にわたる恒星の進化の中では1%に過ぎない、いわゆる ヘルツ・シュプルングの感激と呼ばれる状態にある。縦座デルタ型変更性で2.5時間の周期で約6%変更する。型有名のカフはアラビア語で染めたてを意味するあるコフ・アルカディブに由来する。アラビアにはプレアデス星団を中心としてクジラ座からペルセウス座、カシオペア座までまたがるプレアデスの両手と呼ばれる巨大なアステリズムがあり。 カシオペア座はプレアデス星団から伸ばした右手とみなされていた。カフの呼び名は変なで染められた爪に見立てられていたことに由来するものである。2016年6月30日国際天文学連合の構成の命名に関するワーキンググループはカフをカシオペア座ベータ星の固有名として正式に承認した。ありがとうございます。